父上。寿司ザメ、源氏の世はそなたに託したぞ。父上。またあの夢か。申し上げます、明治の軍勢が近づいております。ついにこのわしも覚悟を決める時が来たようじゃ。父の悲願であった武家の世、そして仇である明治を滅ぼさんとすることを。永遠の乱での勝利以降、あかりの六平は自らを荒人神と祭り上げ、その一族明治はこの世の春を謳歌していました。明治あらずんば人にあらず。そんな中、なんとか一命を取り留めた源氏の御曹司幻の寿司実は、東国の豪族南条氏の力を借り、力を蓄え、明治への反旗の時を伺っていました。武家を翻弄し乱世を渡る都の後白鳥法皇、三国の義に生き男地層義輝、北の黄金浄土の覇者藤城の兼平、そして寿司猿の実弟にして悲劇の運命をたどる鞍馬こと幻の寿司爪、彼らの運命の糸はもつれ、やがて陳の浦へ手繰り寄せられるのでした。明治は負けへんで。でっかいでっかいでっかい。決戦の時は奇跡に集え英明なる猛者たちを、飛べ、それはほうごとく。